はい、パーコ先生、こんにちは。はい、こんにちは。今日はですね、もう早口ですけど、この写真。これたまたま陸で清水さんっていうお客さんを撮影したら、すごい設定でこの、もう天に召される清水さんが撮れちゃいました。壁みたいな。それでね、今日はですね、季節来遊魚っていう、何ですか、季節来遊魚って。季節来遊魚っていうのはですね、あと30秒。これぐらいの時期になると、黒潮に乗って、もちろん、ホーム海にもやってくる、いつもは南国で見られるようなお魚の幼魚たちがこっちに流れてきてくれるっていう、ね、はい、夏と秋を僕たちダイバーをすごい楽しませてくれる生き物ですよね。カラフルな子が多かったりしますね、はい、でこれ去年ね見れた、はい、フリソデエビ、はい、ね、子供も生まれてる、生まれてる、はい、はい、で今年もこんな季節来遊魚に出会えたらいいなって思ってます、はい、それでは今日の格言お願いします。はい、はい、ドスコイ小一、ありがとうございます。